瓦礫を除去して侵入を試みる救助チームボローニャ駅爆破テロ事件は1980年8月2日朝にイタリアのボローニャにあるボローニャ中央駅で起きたテロ事件である。これにより85人が死亡、200人以上が負傷した。駅構内で怪我人の搬送を行う。 市民救出作業を行う警察隊、リーチオジェリとジュリオ・アンドレオッティ首相1980年8月2日午前10時25分、適度に空調の効いたボローニャ駅のホームに面した2棟、待合室内に放置されていたスーツケースが爆発した。このスーツケースの中には、トリニトロトルエンとトリメチレントリニトロアミンによる混合爆薬コンポジション B でできた。 即席爆発装置が入っており、午前10時25分に爆発時刻が設定されていた。この爆発により、駅舎の待合室部分の天井と壁の大部分が崩壊し、一番ホームに停車していた、暗光な発、キアス素行の国際列車にも爆風が襲いかかった。その爆音は1マイル先にまで聞こえた。待合室の屋根は、中で待っていた乗客の上に崩落し、 このテロ攻撃での死者を大幅に増やすことになった。この日は夏の土曜日であり、駅はイタリア国内のみならず、世界各国から訪れた観光客が多かった上に、平和な中規模都市であるボローニャ市は、このような大惨事に対する備えはできていなかった。さらにこのような大惨事に対応する救急車も医師も、警察官も足りなかったため、 救助活動及び怪我人の病院への搬送には、多くの一般人が協力し、駅前にいたバスやタクシーまでが動員された。首相、フランチェスコ・コッシが率いるイタリア政府は、当初この爆発は、事故によるものと推定していたが、事件翌日、警官の捜査員が、爆心地近くで、金属片とプラスチック片を発見したことにより、この爆発が事故ではなく、テロ事件である。 可能性が高まった。またその後、ローマ、ジェノバ、ミラノのマスコミに、ネオファシズムテロ組織の武装革命中核と、極左テロ組織の赤い旅団が犯行を名乗り出た。その後ナーは、事件とは、無関係という声明を3日夜発表したが、その後の調査で、極右テロリストのナーが、このテロ攻撃を行ったとして非難された。 同時に、軍安全情報局のメンバー二人と、元メンバー一人、及び投資家かつ、極右政党、イタリア社会運動の代表かつもとフリーメイソンで、フリーメイソンから破門された後も、秘密結社として活動していた、ロッジ P2 の代表でもあったリーチオ・ジェッリも、告発された。後に、イタリア上院の特別会議で、コッシガ首相は、ナーによる、テロという説を、 下記のような言葉で指示した。国家の中枢を襲う左翼の赤色テロと違い、右翼の黒色テロは社会にパニックや衝動的な反応を起こすような無差別殺戮を好む。また CIA のグラディオ作戦との関係も指摘されている。事件後に行われた葬儀この事件後の裁判は長く続き混乱や議論を引き起こした。また事件は政治問題にもなった。 テロ犠牲者の遺族は、遺族会を結成し、この事件に対する社会の関心を引き止めようとした。裁判の中で、イタリア軍安全情報局のナンバー2であり、極右秘密組織、ロッジ P2 のメンバーであることが、事件翌年の1981年に判明した、ピエトロ・ムスメチ将軍が、極右組織、テルツァポ・シジオネのリーダーであり、 ロンドンに亡命中だったロベルト・フィオーレとガブリエーレ、アンディノルフィの2名に権威をかけるための証拠を偽造したとして起訴された。この2人は、娘父将軍は、ロッジピーニの代表であるリイチオジェリから捜査の方向を逸らそうとしたと主張している。20人の被告に対する裁判は1987年に開始された。 1988年7月、ネオファシスト組織、武装革命中核の4人の被告、バレリオ・フィオラバンティ、その妻フランチェスカ・マンブロ、マッシミリアーノ・ファキーニ、セルジョ・ピッチャフ・フオーコに対し、終身刑が言い渡された。彼らは武装組織に加わった件でも、有罪とされた。パオロ・シニョレリとロベルト・リナーニの2人は、テロ関与の罪は免れたが、 武装組織に関わった件では、有罪とされた。ロッジ P2 のリーダーであったリリチオ・ジェッリと、ド・ロッジのメンバーであるピエトロ・ムスメチ、フランチェスコ・パツエンザ、ジュゼッペ・ベルモンテの、計4人は、捜査に対する抽象により、有罪とされた。ネオファシストでジェッリの知人だった、活動家、ステファノ・デル・レキアイエは、1987年に、 ベネズエラで逮捕され、イタリアへ引き渡されていたが、破壊分子と共謀した件では、無罪とされている。1990年7月、控訴院は、テロ容疑者4人と捜査妨害の2人に対する、公判を中断した。1993年10月に再審が開始された。1995年11月、最高裁は、以下のような判決を下した。 しかし、現在に至るまで、彼ら武装革命中核と、軍安全情報局の一部との政治的動機は、明らかになっていない。これらのメンバーが共謀して爆破テロを行い多くの、市民を殺害し、その罪を、当時ボローニャ氏の姿勢を担うなど、冷戦下のイタリアで勢力を固めていた、共産主義者になすりつけることで、左翼勢力による脅威と、 当時のフランチェスコ・コッシが政権の無策をアピールし、世論を極右政党に対し有利な方向に誘導することが目的であったのではないかとも考えられている。修復されたボローニャ中央駅2004年には、テロ当時17歳だったナーメンバーで、テル・サポ・シジオネとも、深いつながりのあったルイジ・チャバルディーニが、テロで重要な役割を果たしたとして30年の刑を受け、 2007年に最高裁で刑が確定した。彼は、ボローニャ駅以外にも、1980年に起きた2件の暗殺事件への関与も疑われている。2006年には、1970年代後半のアルゼンチン軍事政権下で活動し、汚い戦争において、多数の国民を殺害した、極右組織、アリアンサ・アンティコミニスタ・アージェンティーナのメンバーで、 ロッジピーニア・ジェッリと関係の深かったロドルフ・ォアルミロンがスペインで逮捕された。これを受け、スペインの弁護士、ホセアンヘルペレスニエバスは、アルミロンがステファノ・デレキアイエ及びアウグスト・カウキと共に1980年のボローニャ駅爆破に関与したことはあり得ると述べた。アルゼンチン最高裁は1998年にカウキのイタリアへの引き渡しを拒んでいる。 2008年には、コッシガ元首相が、パレスチナ解放人民戦線からのテロリストが、爆発に関与したとエルサレムポスト氏に述べたが、PFLP はこれを否定している。また、爆弾本体については、シチリアマフィアが用意したと後に、マフィアのジュゼッペカロが証言している。2009年8月3日、計8回分の終身刑と、 約135年の禁錮刑が確定し服役、拘束中だった、実行犯の一人が釈放された。犯罪者の社会復帰を目的とした、イタリアの法の適用を受けたものである。テロの被害者団体は、男は遺族らへの保障もせず、犯行も否認し続けているとして、釈放を決定した、裁判所を批判した。ボローニャ駅待合室の追悼日8月2日は、 イタリアでは、すべてのテロ犠牲者のための記念日とされている。ボローニャ市は、遺族会とともに、犠牲者を追悼するために、毎年国際作曲コンクールを開催し、これに伴う、オーケストラ伴奏による演奏を、ボローニャの中心である、マッジョーレ広場で行っている。爆弾が炸裂したボローニャ中央駅は再建されたが、テロを記念するため、床の状態や、 駅の中央ホールの壁にできた大きなひびはあえてそのままに残されている。さらに、駅の時計はテロが起こった10時25分で止められたままになっている。このテロでは日本人の大学生1名が死亡している。駅に設けられた追悼碑には犠牲者の名が刻まれている。その内容は以下の通り。うちは事件当時の年齢。ありがとうございます。